シャコ&チコの歌声喫茶のばかりによその花盛り。3月っていうのも結構慌ただしい気持ちになりますね、はい、あ、そう、なんでですかね。なんか毎日ね、うん、3つぐらい用事を決めまして、はい、お使いでしょいつものからクリーニング屋さんでしょとかね、うん、3つぐらい決めるんですけど、はい、大体2つぐらいで時間切れになっちゃうことが多くて、うんうん、あ、時間切れだったり自分のなんか気力がね、うん、もういいかみたいなね、うん、気持ちになっちゃったりして、うんうん、だからこう2つにして達成感の方を取ろうと思うんですけど、決める段になるとどうしても明日こそこの3つはクリアしてやるとかって思っちゃうんですよね、うんうんうん、でいざそう2つにするとさ、うん、最初から、うん、1つしかできないっていうなんか可能性もあるよねそうだよね。なんかここには無意識の法則があるのでしょうか。うん、ね、ね、あとはその、うん、なんていうのそのどっちかというとその計画立てる時の癖というか、うん、実際やってみたら無理なことは分かってんだけど、うんうんうん、こうやるっていう風にしてしまうというなんか、うん、そういうのは人それぞれあるような気がするよね、うん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 、じゃあなんかこの自分では気づかない自分のこう悪い傾向をなんか改善した方がいいのかな。どうなんでしょうね。なんかこう、うん、別に悪いとも思わないけど、うんうん、あえてこう逆を試してみるとかね、あのかなり余裕を持って1個だけにしといた時に、うん、あの1個だけにしといたら実際やる段になって、うん、もう1個これまでやっちゃおうかなっていう風になるのか、あ、うんうん、ならないのか1個やったんだからもう今日はいいやってなるのか、うん、なるのか、うん、1個すらできないのか1個すらできなかった時ね、うん、後でグズグズ言いそうな自分がめんどくさいなっていう気もしますね、うん、だからやっぱあえて、うん、だいたいそういうのって人それぞれの傾向としてさ、はい、そう分かっておいてもあえては試さないんだよね、うん、やっぱりその時その時で自分が一番心落ち着く方法を取っちゃうじゃん、うん、取っちゃうだから結果がさ、はい、3個やるにして2個になったとしても、うん、そんなに後悔はしてないというか、あ、後悔してないからこそ3つ、うん、次もまた3つ、じゃあどうしようかなねえ、ねえ、毎日歌声喫茶ミニ歌声喫茶ララララララ、この歌をあなたと。おはようございます。おはようございます。パンデツコです。さあ、予定をね立てるっていうのもなかなか難しいもんですが、はい、うん、まあ、取りを持って行った方がいいですかね、はい、はい、さあ、じゃあゆとりを持って背筋を伸ばして準備体操です。はい、肩に手を置きましょう。いきます。ぐるーん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 。はい、反対回しです。ぐるーん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 。はい、ギューストンに行きます。ギューストン、ギューストン、発声練習をします。
パッ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 はい、深呼吸してください。そして水分補給です。それでは歌っていきます。はい、もうね、3月も半ばということで、卒業シーズンであります、うん、はい、そんなわけで今週の1曲目は仰げば尊しを歌いたいと思います。はい、うん、まあ、これ卒業といえばというね1曲っていうのはこれ世代によってさまざま違うんですかね、なようでね、うん、よくテレビなどでも、うん、40代の人、50代の人、60代の人、70代の人、うん、80代の人とこうね、うん、世代によって、うん、そのどこでこう曲が分かれるかみたいなのってやったりしますけれども、ね、うんうん、まあ今はよね、あまりこの歌も歌われないようですけれども、はい、うん、ただやっぱりなんかね、これが最初に浮かびますよね。浮かびますね、うんうん、ではまずはこの仰げば尊しをたっぷりと歌っていきたいと思います。はい、心。
2曲目です。はい、2曲目はいい日旅立ちです。これはね、まあ、僕たち割とこう年の初めにも取り上げることは多いんですけれども、はい、まあ、今年もいろんな歌とともに、うん、進んでいきましょうという意味でね。そうですね、うん、うん、まあ、この歌それ自体歌詞を見るとね、うん、何かその、いい日旅立ちとは言ってもやはりどこかこう寂しさが付きまとっている感じ、うんうん、そしてまあ雪解け間近の北の空に向かいっていうのでもね、はい、やはり季節としては、うん、雪解け間近だからね、北の空だからね、うん、まあやっぱりこう春でもまだちょっとね、雪が残っている、うん、みたいな、そんな今のような時期の、うん、3月初めぐらいとかね、はい、うん、の時期にも似つかわしい歌なのかななんて思いますんでね、はいはい、ちょっとその今の季節の中でのこの歌をね今日味わってみたいと思います、はい、では行きましょう。
はい、3曲目はまた会う日までです。あ、なんかね、最初2曲が、こうやっぱ節目をすごく感じる歌でしたので、何でしょう、こう背筋が伸びるというか、襟を正すというか、そういう気分になりましたが、ちょっと最後でこう自らこう元気よく踏み出そうというね、なんかそんな感じの3曲目ですね。だから、まあ、どの曲もなんかこう、別れではあるし、この今いる場所から離れていくっていう歌ではあるんだけど、まあ、それぞれにね、なんかその気持ちのありようというのは微妙に描かれて違う、まあ、これは曲調もこう曲調の軽快さもあって、そうですね、なんか単純にこう体を使って、楽しく歌うという面もあるからね。そうですね、じゃあ楽しくいきましょう。はい、すごくいいですね。さあ、ではお便りに行きます、3月4日からの週の曲についてレスフォールさんからお便りいただきました、ありがとうございます、まずは故郷を離れる歌、
2番3番まで聞くと1日かけて夕方まで別れを惜しんでいる様子がわかります。家族一同馬車で出発したのでしょうか、もしかしたらドイツからアメリカにでも渡ったのかもしれません。今と違って多分簡単には戻ってこられなかったのだと思います。あ、その元々の曲のね、うん、このドイツを舞台にしたイメージをこう膨らませていただいたっていう感じなんですね、うん、なるほどね、うん、さあそして次はあんこ椿は恋の花、はい、発売日が1964年10月5日ということで、うんうん、最初の東京オリンピックの5日前ですね。あ、そうか、10月10日だもんね。そうですね、うん、オリンピック中も歌番組はやっていたのでしょうか。あ、やっていたよね。いやちょっとわかんない。わかんない、うん、ああ、3日遅れの便りとはあんこさんが書いた手紙でしょう。手元の時刻表を見ると東京伊豆大島の船は毎日出ているようです。どうして3日遅れになるのでしょうね。出そうか出すまいか迷っていたのでしょうか、不思議です。あ、そうだね、僕もあのこの曲、うん、先々週取り上げた時に、はい、島だからって単純に最初思ってたんだけど、うん、よく考えてみると確かにね、うんうんうん、この3日遅れっていうのは、まあ、うん、その島だからっていう面で言えば、うん、もちろん1日仮に1便あったとしても、うん、ちょっとした天候のことで今日は船が出せないとか、うんうんうんいうこともあるって考えると、うん、ちょっと僕らが今この生活の中でちょっと出しそびれたっていうのが、はいはい、2日3日遅れていくっていうことにもなるのかなって思って、うんうん、だからそうやってなんか出そうか出すまいかっていう気持ちがさ、うんうんうん、と周杯の時間との関わりによって3日遅れになってしまうっていうね。まあ、やっぱりこの3日遅れの便りっていうワンフレーズだけで、うん、まあ、その時の時の流れとか、うん、そうね、うん、なんとなくその郵便状況とかが、うん、なんとなくイメージされて、うんうんうん、いるなと思いますね。うん、そうだね。どうでしたっけね、うん、ね、あの当時ってね、うんうん、いろんなものがね、そうそう、3日遅れの便りの中に、うん、含まれますね、含まれると思うと、いろいろこう想像できるというか、うん、そこだね、そうですね、うん、はい、お便りありがとうございます。さあ明日も元気にお会いしましょう。チャコ&チコでした。